今日は特集をお送りします。戦火のふるさとから長崎へやってきたウクライナ人のアナスタシアさんを取材させていただきました。そして今日はスタジオにアナスタシアさんが来てくださいました。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、そうです。はい、いいですよ。こっちに戻しましょう。この活動はとても素晴らしいです。私の国でこれは全然ないんです。だからとても面白いです。長崎の和食はとても美味しいと思います。納豆と味噌汁とめっちゃ好き、とても好きです。皆さんリフレッシュできましたでしょうか？Ну, ты что, я хочу в тебе тоже. Лянь, он тут прям шайка. Он то не кёми, а на кто не... Украина на омисе не идите кудасай. Воркшоп помочь ты мас. Конничева. Омисе не идите кудасай. Конничева. Омисе не идите кудасай.私はニプロの出身です。ウクライナのなんか東の町です。アナスタシア・ストラシコさん、ふるさとのウクライナを離れ2年前に単身長崎へやってきました。戦争の始めましたの時、なんか私のウクライナ人の友達は、日本はそのウクライナ人の大学生のためにのプログラムもあります、入試しました。3つ大学で選びました。この3つ大学の中で1つは長崎大学です。オンライン面接を受けた時、画面の向こうには10人以上の教授がいました。アナスタシアさんは驚きました。なんかとても優しいの人、なんかそれを感じしました。長崎大学を選びました。こんにちは。こんにちは。私は長崎大学院生、今多文化社会学部です。2年生です。私の、この論文研究のテーマは日本とウクライナ類似点について、昔からの神話と修行、についての、論文今を書いています。幼少期、気づけば家の中に日本文化の本がありました。武士道が好きなお父さんの影響で、アナスタシアさんも日本が好きになったといいます。ウクライナで通っていたキーウ国立大学でも日本文化と日本文学について学びました。キーウ国立大学の私の友達はみんな漫画といろんなアニメが好き、だからその勉強、日本の文化を勉強を選びました。でも私はちょっと違うの、なんか伝統的なものを本当に好き、だから日本の文化学ぶことを選びました。2022年2月、ロシアの軍事行動が始まり、ウクライナでは数百万の人々が故郷からの避難を余儀なくされました。На відео ми бачимо, що
дуже багато було. На цьому відео було дуже багато могил, на яких було написано рік народження людини, яка померла, яка загинула, і рік поховання. І можна було побачити, що більше ніж 80% цих людей, їм ще навіть не виповнилося 24 років. Найжахливіше в цьому, що дійсно найкращі доньки та сини моєї країни гинуть кожного дня. І це тому підтвердження. Ми можемо побачити на цьому відео. Також я зняла відео не тільки вже похованих людей, їхні могили, а також підготовлені могили для тих людей, які вже загинули і скоро їх привезуть ховати. Коли я сюди, навіщо я взагалі туди приїхала? Я приїхала в це місце, щоб побачити могилу свого брата. Його звати Артур, йому було 2. Я приїхала сюди, щоб побачити могилу свого брата, якого звали Артур. Йому було 23 роки, коли він загинув. Він загинув героєм, він захищав мою країну, він захищав мою сім'ю. Єдине, що ми можемо зробити, це постійно нагадувати всьому світу про те, що зараз відбувається в моїй країні. Анастасія Санва 家族に背中を押され、避難学生を受け入れていた長崎へ行くことを決意しました。日本の文化も好きだけど、ウクライナの文化も好き。ロシアによる侵略によって、それらが脅かされていることも、アナスタシアさんは教えてくれました。ふるさとのために何かしたい。アナスタシアさんは、SNS を通してウクライナ文化を発信することにしました。オデッサは現在ロシアのミサイル攻撃に最も苦しんでいる都市の一つです。しかし皮肉なことに戦争報道によって初めてウクライナの都市を知る人は少なくありません。気持ちのいい海風が吹く中、オデッサの通りを散策するとたくさんの美しい景色を見つけることできます。私は日本に来るは自分で選びました。でもウクライナのために何かいつもしたいと思いました。私のために一番簡単はなんか文化を教えるのことです。守りたいと感じをあります。たくさんあります。ウクライナからの私たちの商品の指を準備しています。なんかいろいろな商品の種類だから、この指のために特別子ども必要と、何個送る、何の種類のプロダクト、それも全部書く必要です。発送の準備をしている商品はウクライナを象徴する伝統的な装飾が施された工芸品。アナスタシアさんが中心となり去年9月に立ち上げたブランド UA デザイナーの商品です。インターネットを通して販売しています。細やかに描かれる地元の植物や景色、ウクライナの伝統的な描画技法ペトリキューカ塗りです。2013年にユネスコ無形文化遺産に登録されました。こちらは手作りの刺繍を施したウクライナの伝統的な民族衣装ヴィシヴァンカ。
現地の職人たちによって生み出される刺繍には魔除けとしての意味も込められ、着るものを守るとされています。コメントのとメッセージの中で、アナスタシアさん、そのウクライナの伝統的な服を着てみたいと。その声を聞いてアナスタシアさんはビシバンカを着て写真を投稿しました。するとびっくりするくらい多くの反響があったといいます。このことがブランドを立ち上げる大きなきっかけの一つになりました。 UA デザイナーでは本来より刺繍を少なめにしたシンプルなデザイン、ユニセックス仕様やカジュアルスタイルなど日本人向けのビシバンカを一着ずつ時間をかけて職人が制作しています。本格的な事業として活動の幅を広げるため、今年6月に法人化した株式会社 UA デザイナージャパン。綺麗だよね。代表取締役を務め、アナスタシアさんの活動を支えているのは、長崎で通訳ボランティアをしていた高見翔輝さんです。まあ、大学をきっかけに長崎の方に来てから、もう長崎の方に移住という形で長崎にずっと住んでるんですけど、2019年から旧ソ連の諸国で結構もう仕事を自分で自営業でやってたんですけど、2022年の戦争が始まったタイミングで、まあ、そのしてた仕事の中の、まあ、ちょっとロシアが関わってくるような仕事とかももう一切そこでやめまして、日本人とウクライナ人のその、まあ、文化交流だったりとか、まあ、日本語の会話クラブだったりとか、まあ、そういったところにまあ尽力したっていう中で、まあ、お会いしたのがアナスタシアさん。海外で観光や貿易に関わる仕事をしていた高見さん、自身の経験を生かせるのならと UA デザイナーの事業をサポートするようになりました。初めは文化を知ってほしいというところからスタートしたんですけど、でもまあ、回り回ってウクライナの人たちに実際に作ってもらったりだったり、まあ、服に使うボタンなり素材なりも何から何まで全部ウクライナのもので制作をして、で職人にも仕事を与えれたら、もう文化の存続にもつながるんじゃないかっていうことを始めて、現地での支援につながるような形で、まあ、僕のできることがあれば何か手助けができればなっていうことで今に至るって感じですね。本当にウクライナの文化大好きと日本の文化も大好きですけど、その売れるはどうやって全然分からなかった。だから翔輝さん、ああ全部大丈夫じゃあ見てみよう見てみよう言った。 UA デザイナーの活動は翔輝さんのおかげで始めました。続いています。こんにちは。服をこれをぐらいに考えました。お酒のユニフォームに座禅のマスターは日本の文化、私のために説明いつもしています。大学での勉強、キーウの IT 企業とのリモートワーク、 UA デザイナーの仕事、周りの人たちと違った日常を送るアナスタシアさんを地元の人たちは温かく迎えてくれたといいます。アルファベットの名前のお酒はかなり調べやすいんですが、このキリル文字のボトルは特に古い文字であるとか、こうデザイン的な文字になっていて全く調べようがなかったんですね。それはお二人に教えていただいたという、そういうことでした。マスターが所蔵していたウクライナのお酒をお客さんに提供できるようにと説明のラベルを書いて貼りました。長崎には綺麗な自然のところがたくさんあって、それ好きです。人もとても親切です。
なんかウクライナのクリミアも本当に似てるの場所もたくさんありました。とてもなんか懐かしい感じがたくさんあります。私のお母さんは弟とお父さんです日本へ来てもうすぐ2年が経とうとしています。日本に留学することはずっとアナスタシアさんの夢でした。けれどロシアとの戦争が始まった時、この夢は叶えられないかもしれない、そう頭によぎりました。インターネットでいろいろなプロパガンダがありますが、ウクライナ人は誰も戦争を望んでいませんでした。2014年のクリミアの時からロシアによって戦争が始めました。前に私は原爆資料館に行きました。今はとてもたくさん悲しい気持ちになるので、2回は行くことはちょっとできません。ロシアはウクライナを核で爆破していますからです。戦争はたくさん悲しいことを作ります。この場所は二度と同じ悪いことを繰り返さないと約束したの場所だと私は思います。戦火のウクライナから被爆地長崎に来たからこそ、ふるさとへの思いは強くあります。アナスタシアさんは戦時下のウクライナに残って家族みんなで生活することも考えていました。チャンスがあるならトライしておいで。背中を押してくれたのは大好きな家族でした。留学が決まり、安全な場所でアナスタシアさんが勉強できることを知るとみんなで喜んでくれました。日本で、長崎で自分にできることをしよう、そう決めました。少しずつ前へ向かって、アナスタシアさんは長崎でふるさとの未来を思い描きます。ウクライナから全部プロダクトを準備は多分2ヶ月間でも、日本で多分1ヶ月間ずっと本当に忙しい、たくさん時間かかりました。今は本当になんか面白い、どうになるか。江戸時代にさまざまな文化が伝わってきた出島で、母国の文化を知ってもらえる喜び。いつかウクライナと日本の架け橋になりたい。自由を奪われたふるさとでお店を出すことはかなわないけれど、アナスタシアさんは長崎から確かな一歩を踏み出しています。スプレー難しいです。あ、はい、ちょっと本当にいいにしましたときに難しくはない。でもこっちにとても強い風だから、いつも落ちるんです。はい、お願いします。
私はパッキングする。自分的にはそれがないと自分たちは楽しく踊れないです。音楽も長崎北高にアナスタシアさんが話しに来てくれて、その話を聞いてきました。可愛いものいっぱいで、もうとても魅力的なのいっぱいありました。お洋服とバッグ購入しました。なんかすごくユニークで、なんか本当にいいなと思ったんですよ。ウクライナの気持ちがこもってるなと思って、ちょっと大事に使います。日本でウクライナの文化はそれは人気ではない、みんなは知らないだから、だから人気ではない。でも私たちは活動はその文化を人気をできると思います。今は長崎から出島からそのウクライナのきれいな植物といろいろな服、伝統的な服はとケジュアルなモデン服も長崎から日本で全部広めたいと思います。日本人のためにあ、とても楽しかったです。本当になんかみんなは初めてこの綺麗のものを見てるし、みんなはなんかたくさん楽しいことを私に言う後で、私はたくさんの幸せの感じています。なんか日本人はそのウクライナのものは好きだから、私は嬉しいになります。ウクライナ人にとっての平和とは自由を手に入れることだけです、と思います。私はアナスタシア、長崎が大好きです。本当にあのまっすぐな瞳が印象的なアナスタシアさんで、あの、まあ、長崎に今いらっしゃいますけど、心は今でも強くふるさととつながっていて、はい、それでも私たちのインタビューに本当に明るく答えてくださいましたね。ありがとうございました。ありがとうございます。テレビの取材はいかがでしたか？南電カフェは私にとって初めて日本語でテレビその取材インタビューでした。そのとっても日本語は難しかったけど、私たちの活動についてたくさんの人に伝えることが できてとっても嬉しいですなんか、このテレビを見て私もウクライナ文化がもっと好きになりました。本当に私たちもそのウクライナという国はなんか恥ずかしながらこう本で見て知ってるとか、あとはニュースで見てなんか心を痛めたりっていうことだったんですが、このアナスタシアさんのこの VTR を見て、なんか本当に美しい文化があってすごく素敵な国なんだなっていうのをこう改めて感じることができました、ね、本当にたくさんの文化を私たちに伝えてくださっていて、うん、なんかこうアナスタシアさんが長崎をこう選んで来てくださって本当に嬉しいなと思いましたね、うん、はい、ありがとうございます。よかったです。やっぱりこうどこかで私もこう遠い国で戦争が起こっているっていうふうに思っていたところがあって、日本ではこう、ね、そういうことが今はこうあっていないので、だけど自分のこととして考えないといけないっていうことを強く思いました、はい。最後に改めてこうアナスタシアさんにとって平和とは何ですか？なんかみんなさんもウクライナの文化を楽しんで好きになってください。その後ウクライナの文化を守りたい人が増える になると思います。私たちももうあのアナスタシアさんとお話ししているだけでも、はい、ウクライナがどんどん好きになってますよね。好きになってます。もう大ファンになってますよかったです平和を強く願うアナスタシアさんの特集をお送りしました。
今日特集でご紹介したアナスタシアさんの活動について、今日はオリジナルブランド UA デザイナーの商品をスタジオにたくさん用意していただきました。ご覧ください。本当にたくさんありがとうございますねえ、とっても綺麗ですね。はい、なんといっても気になるのは、はい、こんなにそう、私衣装黄色いのを着てたんですけどね、はい、なんとビシバンカを着させていただきました。素敵、ね、色も素敵だし柔らかくて着心地もいいですね。このブシバンカはとてもよく似ています。あ、似合ってますか。はい、ありがとうございます。この刺繍がやっぱり美しいですね。はい、これはウクライナの職人たちがウクライナで手塗りで作っている刺繍のある民族衣装です。名前はブシバンカと言います。本当にこうカラフルですし、こう刺繍の柄も様々あるんですね。いや、とっても丁寧な作業ですね。もう手縫いってこんなに綺麗なんですね。なんかあのウクライナの民族衣装と聞いていたんですが、こう、はい、日本人が着てもすごくなんか馴染むというか、はるなちゃんびっくりするくらい本当に似合ってて、ありがとうございます。本当によく似合っていますね、着る前こう似合うかなって心配だったんですけど、本当にこう日本の方もね、たくさん愛用してほしいなって思いました。本当に気持ちいいですよ。生地も糸もこうボタンの一つ一つもウクライナのものをすべて使っているんですよね。はい、全部はウクライナで手作りを作っています。はい、さあそして、はい、もう一つこちらがウクライナの伝統的な工芸品のペトリキューカというものなんですね。とってもこちらも色鮮やかで美しいんですが、これはどういったものなんですか。これはユネスコの無形文化遺産に登録されている伝統的な塗り物です。はい、例えばそれは猫の、毛で作ってた筆と、猫の毛で作ってた筆と、自分の手で指で描いています。指で、すごい、はい、その筆猫の毛なんですか。はい、本当のこのマスターの家にある猫から作っていました。飼ってる猫ちゃんの毛を使って筆を、はいはい、ちょっとだけ切ってるし、あとで自分でその筆を使っています。わ、それは面白い。昔からその猫の筆なんですか。このそれは300年前にそのペトリキフカ塗り物のペトリキフカの村で、人はそのおじいちゃんとおばあちゃんはそれを考えました。その後でずっとウクライナ人猫の毛の筆だけ使っています。今もそうなんですか。はい、今もそうです。なんか自分の可愛がってる猫ちゃんの毛で筆をするとまたこう描くっても楽しくなりそうですよ ね、はい、私もこのとっても柔らかい気持ちです。触ってもいいですか。はい、はいです。あ、もうふわふわですごく柔らかいです。こんなにこうちょっと太く見える筆でそんなに細かい絵が描けるんですね。はい、その後で水に入れる、ちょっとだけ水に入れる、めっちゃ細いになる、その綺麗の細い描き方をできます。へえ、すごい技術が本当に素晴らしいですよ ね。私も今ちょっとネックレスをお借りしてるんですけど、この丸いこのビーズというか玉にも一つ一つ細かい絵柄が描いてあって、とっても素敵なんですよ。おしゃれです ね。そしてね、ちょっともう一つ紹介したいんですけど、こちらの猫ちゃん、はい、これあの長崎に向けて作られたものなんですよね。はい、長崎のためにのコレクションみたいに作りました。はい、この尻尾がくるってなっているのは長崎のお曲がり猫ちゃんなんですって。ねえ、そうなんですか。ということはこう長崎のために本当はこうウクライナにはもともとはないデザインだけれども、はい、作って、普通はウクライナはそのデザインはいないんです。その尻尾はいないんだから長崎のために作りました。はい、これでウクライナの、うん、はい、形をしている、ね、うん、ものとか本当にたくさんの種類があるんですよね。こういったものはどういうところでこう皆さん購入することができるんですか。はい、とその全部商品は UA デザイナー
のウェブサイトで買うできます。今はオンライン販売しています。ぜひこちらで皆さんたくさんの商品掲載されていると思いますのでご覧ください。ビシバンカもありますよ。さあそれでは最後に一言、今日出演された感想をお願いします。なんかとても緊張しましたですけど、なんかいい経験でした。本当にたくさんの人がウクライナ文化が、好きになってくれることを願っています。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。私たちも平和を考えるとてもいい一日になりました。はい、それでは南田カフェ今日はここまでです。